皆さんこんにちは。杉山の日本酒オンデマンドをご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はですね、条約改正と立憲政友会の結成と、本日のクエスチョンは6名間での武道会は何をもたらしたのか。今2020年4月現在、おそらくこういったことはね、舞踏会なんていうのはなかなかできない。まあこういうことはですね。で、僕はこの映像を今度皆さんが見る、つまりこの単元を勉強する頃には非常に皆さんが安心して学べている環境が作られているはずだと僕は信じて、この映像を作成しています。で、本日の基礎事項はこちらです。さあ、まず条約改正交渉、シベリア鉄道建設の波紋、条約改正の実現とざっと見ていきたいなと思います。てな中で少し押さえておいてほしいのは、この1885年あたりに福沢諭吉の脱亜論が出されているなんていうのを、ちょっと時代の背景の片隅として押さえておきましょう。さあ、時代は戻ります。1872年、岩倉智美、ね、岩倉使節団、彼は別に西洋文化の摂取だけが目的ではなくて、欧米会談もそうなんですが、予備交渉をしに行ったわけなんです、条約改正の。ただこれは不成立に終わります。さあ、続きに寺島宗則さんは関税自主権の回復に主眼を置いてやっていくんですが、イギリスの反対でダメになっちゃうんですね。じゃあやっぱりなんかこう同じね、同じこう共感を得ようということで、この井上馨、彼はですね、欧化政策による交渉、そして先ほど言ったこの6名館なんてものを建設し、そして舞踏会なんかを開いて心も開いてもらおうかななんてなっておかれたんです。さあ、そのような最中、ね、このノルマントン号事件というね、事件が起きてしまい、領事裁判権撤廃、そして関税率引き上げを主張するんですが、外国人の裁判官を任用する問題、ね、これによって結局頓挫してしまう。さあ、次にこの人も結構出てきますよね。伊藤博文と並んで結構出てくるこの大川重信、彼は外国人裁判官の大審議任用問題などで結局彼も挫折しちゃうわけなんですね。さあ、そして今度青木修造さん、彼はですね、結構うまくいって、で、まあ、この1891年っていうこの時代のなんていうんですかね、ちょっと答えを言ってしまうと、1894年に起きる戦争、そして日清戦争なんかありますよね。その辺の時代背景を押さえてくださいね。そうすると見えてくるかなと思うんですが、イギリスは OK 出してくれるんです。ただしこれがですね、たまたまというか何かはいろいろあったんですが、ロシアとのですね、関係が非常に悪化する危険になってしまう大津事件、はい、これによって結局頓挫してしまう。じゃあ誰がやった？そう、上曽根陸奥ですよね。陸奥宗光、彼が日英通商公開条約を調印することによって、まずここで領事裁判権が撤廃されます。あれ、でも不平等じゃなくて、まあ、大きく2つですよね。もう一つ、関税自主権の方、この時にはまだ一部だったんです。じゃあ完全に回復したのはいつかっていうと、結構先なんです。実は小村寿太郎の時、1911年、しかもこの日清ではなくてこの日露戦争後の、ここでようやく関税自主権が回復します。さあ、このような条約改正交渉の流れの中で押さえておきたいのが政党と言動です。言動って何？まあ、ある道のまんまっちゃそうなんですけども、伊藤さん、山形さん、松勝さんら長州薩摩両藩出身、ね、いわゆる倒幕時頑張った人たちですね、の官僚政治家、議会開設後も政治運営の実権を握っていて、実は交代で政権を担当していた話なんです。まあ、ある意味目の上のなんとかっていうかもしれませんよね。で、一方政党側は第二次伊藤内閣の頃から、
うん、自由党が政府に接近し、民党が分裂しています。つまりですね、日清戦争後、どうも言動と政党の関係に変化が出てくるんです、ね、なんか以前あの黒田さんが朝鮮主義とかって言ったりしてますけども、政党党首の板垣退助や大隈重信を大臣として入閣させる内閣が相次いで登場、ね、今はさ分かると思うんですが、一番大きな政党とか の、まあ、そのトップとかが内閣総理大臣などが一般的だと思うんです。そうじゃなかったわけです。さらに第三次伊藤内閣が総辞職後、いよいよですね、まあ、今は一般的だと思うんですけれども、当時はそうじゃなかった。最初の政党内閣、ワイハン内閣、大隈伊藤のワイハン内閣が誕生します。そして政治運営にはやはり政党が必要と考える、結局言動の社長を考えるわけです。伊藤たちによって1900年立憲政友会が結成されます、ね、伊藤とそして自由党系の人たちです。さあ、ここまで見てきました、ね、文明開化からそして住民権運動、ね、憲法ができたり条約改正がされていく、そして日本はいよいよですね、戦争の時代に突き進んでいくことになります。1学期最後の、まあ、予定だと私は考えて、あえてこの人の言葉を持ってきました。リンゴの会社の人です。そう、アップル、スティーブ・ジョブズさん、みんなも一度は聞いたことある人。そしてこの人が、ね、非常に有名な演説の中で残した言葉、まあ、訳し方は多少違うかもしれませんが、もし今日が人生最後の日だったら、今日やることは本当にしたいことなのか、この問いに脳が何日も続くのなら何かを変えなくてはいけない。こういう社会情勢だからこそ、皆さんで本気で、そしてより良い一日一日を一緒に作り上げていきましょう。本日も杉山の日本史オンデマンドをご視聴いただき誠にありがとうございました。みんな本当に元気でやっていきましょう。